これよりダブル名イベントのもう一つでありますインターナショナルタッグ選手権試合がこれから行われようとしております。実にインターナショナルタッグチャンピオンチーム13回目の防衛戦でございます。ご存知のようにジャイアント馬場ジャンボ鶴田組、さて今夜の挑戦者でございますがインタータッグ選手権13回目のチャレンジャーチーム韓国指定コンビ大木金太郎そしてキム毒組でございます。まだ両選手の入場はありません。それにしましても山田さん、まあ、タイトルはですねただいまの US ヘビー級のタイトルですけれどもデストロイヤーに再び戻ったんですが、リング上でのチャンピオンベルトの返還その他行われませんでしたね。そうですね、どの程度のダメージを負ったのか詳しくは分かりませんけれども、今は若い選手に支えられると期待していましたね。そうですね。さあいよいよインタータッグ選手権13回目の防衛戦やってまいりました。4人の選手がリング上の方に上がりましたが今大木金太郎選手が到着したところでございます。試合に先立ちましてこの放送のスポンサー日華ウイスキー伊勢の木木桜酒造大塚ルーグループ横浜ゴム太平洋金属より花束の贈呈でございます。両チームそしてレフリーに花束が贈られたところでございます。超満員の蔵前国技館です。13回目の防衛戦でございます。インターナショナルタッグ選手権これより認定書の宣言が読み上げられます。タイトルマッチ宣言が読み上げられました。これよりインターナショナルタッグチャンピオンチームジャイアント馬場そしてジャンボ鶴田選手チャンピオンベルトを一時本部の方に返します。一つのシリーズで2度挑戦を受けるということはもう大変なことであります。インターナショナルタッグチャンピオンチームチームの紹介です。4年ぶりに帰ってまいりましたキムドク、日本での初舞台名イベントを務めますキムドク、戸口正則、韓国の英雄でありますキムイル、大木金太郎、そして2冠を守ることができるかジャンボ鶴田、このシリーズ終了後話題の男天竜とともに渡米いたします。ジャイアント馬場であります。さあ山田さん、大変な相手を迎えました。実に山田さん、このジャイアントシリーズ非常に長いロングサーキットだったわけですが、全国各地32会場この大木金太郎キム毒組どうですか。過去の試合紐解いてみますと20戦やってるんですが一つ引き分けただけであと全部勝ってますね。いわゆる20戦19勝1引き分け、はい、恐ろしい数字ですね。大変なチームですね。しかもねその結果を見るまでもなく、はい、そういう勝利を挙げたということで大変な自信をつけてます、うん、この韓国の指定コンビですね、まあ、私は予想していたよりもはるかに凄まじい戦力ですね、はい、そうですね。さあ試合前から何か注文をつけます大木金太郎であります。本当にこのタイトルマッチというのは大木金太郎キム毒組が来日早々挑戦状を叩きつけまして、そして受けない場合はジャイアントシリーズの出場を拒否するという強行声明をも発表いたしました。そして新道場開きの日にキム毒選手が大暴れ、まあ、厳かな道場開きのムードを本当にぶち壊してしまいました。そういった因縁絡みのタイトルマッチであります。すでに1本目のゴングが鳴っておりますが日本チームいやインターナショナルタッグチャンピオンチームジャンボ鶴田選手が先陣を切りました。おっとキムドックから早くもタッチ大木金太郎登場であります。明らかに今のが登場しました。トーキックですね。はい、トーキック攻撃ですね。さあおっとダブルキック、韓国指定コンビ非常にうまいチームワークを見せました。キムドクの登場であります、はい、道場破りをやってね、はい、来たときに私はちょっとこけ落としじゃないかと思ったんですが、どうしてどうしてすごいですね。そうですね、
さあ、なんといってもこの執念でピータータッグのチャンピオンベルトを狙っております大木金太郎チーム6組でありますが、それでは一つ挑戦者チームの控室の登場いきましょうか。後ほど増永アナウンサーのリポートでお届けいたしますが、ひとまず実況を続けていきたいと思います。さあ、キムドクが顔色を変えました。キムドクが顔色を変えました。両者の激しい睨み合い、この山田さん、両者の激しい睨み合いもですね、まあ、キムドク選手がプロ入り6年早いわけですけれども、本当にこのジャンボ鶴田を目の敵にしてますね。そうですね、もう本当にね、男の息を丸出しという感じですね。そうですね、左の腕を取りました。ジャンボ鶴田でございます。先週の放送でもお送りしましたように、ブッチャーに勝ちまして試練の第6戦をものにいたしましたジャンボ鶴田。まあね、鶴田君にしてみれば、ね、この相手はね、いいライバルですよ。そうですね。それでは一つ、先ほどのデストロイヤーの傷の具合ですけれども、松永さんどうですか。はい、今ですね、早速病院に向かったところなんですよ。足4文字のために入るところをですね、カメラマンのフラッシュのようだと思ったんですが、急に目が熱くなってきたようです。そう言っておりました。血に濡れた白い覆面の上からもう包帯をぐるぐる巻き出してですね、はい、右の目のまぶたから鼻筋にかけてどうやらすごい火傷のようですね。火傷ですか。もう今車に乗って病院に出かけました。はい、わかりました。まあ、大変な傷を負いましたね。そうですね、まあ、事情はわかりませんけれども、そういう火傷を負ったんだとするとちょっと危険ですね。そうですね。さあ、再びリング上でございます。ジャンボ鶴田、構成に出ました。左の腕、ハンマーに決めますか。一回転いたしました。おっと、アームブロックに行きますジャンボ鶴田。まあ、韓国チームはね、はい、このキムドクをね、フル回転してね、若さをぶつけてくるでしょうけど、ね、そうでしょうね。まあ、この大木選手のね、力感がね、勝敗に大きく響いてくるでしょうね。どうでしょう、韓国指定チームの作戦としてはキムドクがジャンボ鶴田を痛め、大木金太郎がジャイアント馬場を狙うというような作戦ですか。まあ、やはりジャンボに集中攻撃をかけてくるんじゃないですか。そうですか。明らかにもうスタートからそれを狙ってるようですね。はい、韓国チームは大木金太郎にタッチが行われました。両者向かい合います。平手打ち、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田が怒ります。さあ、しかし左の腕をガッチリと掴んでおります。大木金太郎であります。まだまだ大木金太郎はこのジャンボ鶴田、かなり成長したとはいえ小僧扱いであります。再びキムドクの登場でございます。キムドクが登場してまいりました。アメリカ遠征でめっきり力をつけましたこのキムドク、日本語、韓国語、そして英語を不自由なく操りまして、非常にインターナショナルなセンスを身につけております。キムドク、このシリーズ終了後も再びアメリカのサーキットに入ることになっております。ノースカロライナ、ウェストバージニア、サウスカロライナを回ることになっております。キムドクであります。お母さん、お父さんがこの蔵前国技館にほど近い金町の方にいるんですよね。今日は見に来てますね。まあ、晴れの舞台なのでぜひとも男になりたいということを言っておりましたキムドクです。再び大木金太郎登場、踏みつける、踏みつけます。ジャンボ鶴田の手のひら、思い切ってストンピングに行きました。試合前に、ね、大木選手とキムドク選手に、ね、話を聞いたんですよね。まあ、こういうチャンスがめったにないと、つまり今シリーズの最初にチャンスを取っていったときの馬場はなかなか承知しなかったように、やっと使ったチャンスだから、はい、どんな汚いことをしても勝つんだと、もう何を言われてもいいと、ここまではっきり言ってましたね。そうですね、ですからね、はい、思い切った反則攻撃出てくるかもしれませんね。なるほど。さあ、両者の対決であります。ここでジャイアント馬場登場してまいりました。大木とのリングの対決はこの蔵前国技館で去年の10月の30日馬場が首より一発で快勝いたしました。そうですね、大木選手にとってはね、去年の10月屈辱の日ですからね。そうですね、この気持ちはあるでしょう。おっと、はい、あ、握手を求めてますね。握手を求めようとする大木金太郎です。大木金太郎です。正々堂々やろうっていうんですかね。なるほど、そういうことですね。去年の10月の30日と同じリング上であります。まさに男と男の戦い、実に16年間にわたります因縁に決着をつけたかのように思いましたが、今回はインターナショナルタッグチーム挑戦、パートナーにキムドクを選びました。かつては南海山とともに挑戦したことがありますが、完敗に終わっております。さあ、トップロープの上にキムドク登りました。負けじとジャンボ鶴田もトップロープに登りました。さあ、ジャイアントババを自軍のコーナーに持ってまいりました。トップロープから急降下、おっと、ちょっと外しましたね。目標を誤りました。キムドク、
一旦飛び込んで、そして大木金太郎とタッチであります。大木金太郎とタッチ、まあ、挑戦することができるだけでも嬉しいと語っておりましたこのキムドク。しかしあるいは貫禄負けをするかもしれない、こういうことを言っておりましたが、お父さんお母さんの前で素晴らしい試合を見せるんだと張り切っておりますキムドク。巻き投げ一戦であります。ジャイアントババキムドクとの対決を迎えました。ノーテンチョップであります。ノーテンチョップから16問キック、そして首投げであります。リングの中央に戻しました。16問おっとポジションを取っておりました。早いですね、ババ選手の攻撃が。いい攻撃ですね。3連続大技を見せました世界のジャイアントババ。ここでジャンボ鶴田にタッチ、ジャンボ鶴田にタッチ、エルボースマッシュ、エルボースマッシュ2連発。おっと思い切っていきました。思い切って3連発を見舞いました。最後のスマッシュは素晴らしく切れ味がすごかったですね。いいです。大きく飛ばすと、あっとツープラトンアタック、ツープラトンアタック、そのまま大井かぶさるかどうか。うまい攻撃でした。インターナショナルタグチャンピオンチーム人間風車ダブルアームスープレックス、ダブルアームスープレックス、どうだ決まるか、決まった、片指に決めました、片指に決めました。インターナショナルタグチャンピオンチーム戦勝であります。宿敵キムドクからとうとう人間風車見事に決まりました。ジャンボ鶴田、今日のダブルアームスープレックスはどうですか。非常にね、はい、肘打ちをやってる時からね、乗ってるなって感じだったですね。なるほど。それでもってね、非常に仕掛けが早かったです。そうですね、思い切ってね、巨体をね、まあ、あのキムドクの場合体が大きいだけに受けたダメージも大きかったですね。ジャンボ鶴田にはレスラーになった上では後輩なので絶対に負けたくない、こういったことをもう執念で漏らしておりましたキムドクでありますが、見事に現在2冠王のジャンボ鶴田にダブルアームスープレックスを仕掛けられました。1対0というスコアでございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は蔵前国技館より全国31局を結んでお送りしております。ガゼンインタータグチャンピオンチーム有利になりましたね。そうですね、先手を取りましたからね。この先制フォールは大きいですね。大きいですね、さあ再びジャンボ鶴田キムドクとの対決を迎えました。フットスタンプを見せます。サイドスープレックス、おお、これは使った、ものすごい角度、そのまま大井かぶさるがあっと跳ね抜ける。サイドスープレックス見事に決めました。もちろん1本目は人間風車が功を奏しております。さあ体に自信があり、おっとショルダーバスターの体勢だがどうでしょうか。タイプ、あ、ショルダーバスターいきましたね。18番にしておりますキムドク、ショルダーバスター決まるか。猛烈ですね、あの落差は。強いです、強いですね。今度はチョップ攻撃であります。さあ勢いが出てまいりました。キムドクであります。師匠のキムイルに影のごとく寄り添うこのキムドク。ジャンボ鶴田には絶対負けたくない、そしてキムイルを絶対男にしてやるんだと言っておりました。思い切って打ちます、キック、胃袋蹴りであります。キムドク生き返りました、キムドク生き返りました。あっとレッグドロップであります。調子づいてきましたね、調子づいてきましたね、リズムが出てきましたね。これはまずいですね、はい、いいタイミングで大木金太郎に渡します。ブレンバスターか、ブレンバスターを見せた大木金太郎のブレンバスター。強烈、落差がありました。鶴田動けない、あっと必死の思い、必死の思い、必死の思いで返した。ジャンボ鶴田危ないですね、危ないですね。しかし表情が歪んでいます。もう一回抱え投げか、ボディースラム、ボディースラムを打ってすかさず覆いかぶさるがどうでしょうか。まだヘッドバットは打ちません、原爆頭突きは打ちません、かなりダメージを受けております。相手を見る時間がないでしょう。さあ今度はキックでいった、キックでいった、かなりジャンボする太郎、あーヘッドバット、ここでいきました、満を持しておりました。ヘッドバット2連発、原爆頭突き、そのままカバーに入るが決まるか決まらない。鶴田頑張る、鶴田には若さがあります。
二冠王をどうしても信じしたい。うまい。ジャイアント馬場ダイビングタッチですね。これはもう逃げた方が勝ちですね。そうですね。さあ、うまいタイミングを取りました。これまた本体ジャイアント馬場の登場でございます。大金太郎がまた波に乗りました。大きなドスキ攻撃、背中からはキムドク、今度はパンチ。ジャイアント馬場正面から思い切ってヘッドバットヘッドバットヘッドバット、強烈なドスキ、原爆ドスキがいきます。ジャンボ翼も出てまいりました。4選手がリング上で入り乱れておりますが、さあキムドクがうまく入りました。巧妙なタッチプレーであります。韓国チーム大きくロープに飛んでリバウンドを利用してのキック、さすがのジャイアント馬場も前のめり。さあ、がぜん調子を出してまいりました。キムドクの動きが素晴らしいものがありますが、さあジャンボ鶴田も、さあジャンボ鶴田も行きます。ちょっとちょっと、ものすごい張り手、大きく飛ばした。ジャンピングリーパット炸裂、いい角度で当たりました。そのまま覆いかぶさる。さあストレート勝ちになるかどうか。ハントバツを跳ねのけるキムドク、またしても大木金太郎登場であります。激しく入れ替わります。外人、いや韓国チームであります。大きくロープに飛ばすぞ。あとキムドクが一旦外に出ておりますが、どうやらマイクロフォンを持っておりますが、どうでしょう。そうですね、さあリング上中央に立ちました。中央に立ちました。腰が砕けております。大きく金太郎チャンスが訪れるが、おっとぐいぐいと持っていきました。そのマイクロフォンで後頭部を打つキムドク、反則攻撃に出ましたが、興奮したお客様が缶を投げ入れました。おっとトップロープから急降下にドロップ。これは効いた。鶴田動けない取られた。大木金太郎カバーに入りました。これはいけません。マイクロフォンで後頭部を直撃、思い切ってあの力で打ち落としました。さすがのジャンボ鶴田もこれにはたまりませんでした。とうとうリングの中でコールされてしまいましたが、ジャイアント馬場がキムドクを送ってますね。そうですね、明らかに反則ですからね。ちょっと汚すぎますね。そうですね、汚いラフプレーに出ました。狂気攻撃に出ました。大木金太郎ジャンボ鶴田をまたしても攻撃する。鉄柱に打ち付けました。おっと、非常に穏やかなジャイアント馬場選手ですが、ジャンボ鶴田の下絵が切れた。鶴田の下絵が切れました。うわー、眉間に流れるダラダラとした真っ赤な血。キムドク、うわー、すごい血です。あー、キムドクが行きます。ジャンボ鶴田も目の中に血が入りましたが、どうでしょう。うわー、強烈です。あー、キムドクを回転中に打ち付けました。キムドクは回転中に打ち付けました。しかしそれにしましてもジャンボ鶴田の出血がひどい。深追いする。深追いします。もう一回反対側のコーナー、キムドクを徹底的に痛めつけます。ジャンボ鶴田でいます。鶴田がもう完全にエキサイト。あ、大きな来た。正面からドスキ、死体が割れております。その上からドスキ。スコアの方は1対1。しかし場外の大乱戦。馬場が行く。馬場が怒った。馬場目が開けまして原爆ドスキが行きます。さあリングの中に入っているのはジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田が入ったぞ。ジャンボ、あ、ダブルアームスープレックス、ダブルアームスープレックス。果たして3本目ゴングが鳴ってるのかどうか、まだわからない。さあカバーに入っておりますが、山本さん3本目のゴングはどうですか。ちょっと聞こえないですね。聞こえなかったですね。キムドクも真っ赤ですね。そうですね、大流血になりました。インターナショナルタッグ選手権スコアの方は1対1でありますが、3本目のゴングはまだ聞こえておりません。鶴田が方向感覚を失っております。完全に膝をつきました。あ、3本目が鳴りました。今ですね、これが3本目のゴングであります。さあスコアの方は1対1、大変なタイトルが取り出してまいりました。さあ大木金太郎再び登場。ジャンボ鶴田かなり流血しておりますが、もう額にも原爆頭突きを思い切って打ち込みます。今度はあっと激しいキック攻撃だ。キムドク激しいキック攻撃、キムドクの攻撃、鶴田が馬場に渡す。思い切って連れてまいりました。さあジャイアント馬場怒った。怒りのチョップ、今度は踏み投げ、リングの中央に持ってきた。16の踏みつけ攻撃、キックキック、思い切っていきます。ストンピング。さあ手のひらに行きますか。ストンピング見せますが、顎の先端に16本を打つ。変わるかもキムドク、チャンスが訪れるか。もう完全にグロッギー。金太郎出てきた。あっとジャイアンチャップ、ヘッドパッ。さあジャンボ鶴田も行く。両選手、4人の選手、大男がリングの中で激しい大乱闘になりました。ジャンボ鶴田が怒る。キムドクをめった打ち。正式な立ちは行われておりません。あんまり入りますとまずいですね。そうですね、あっとさあマントを届いているジョン・ヒューチ。しかし怒っております。ジャンボ鶴田が怒っている。ああ、ものすごい攻撃だ。ものすごい攻撃
攻撃も象に導いてますね、山田さんね。そうですね。鶴田が怒っている、鶴田が怒っている、大きいドラが来た。ジャイアンツのババの行きが、あっと、東京ゴンが打ち鳴らされました。ゴンが打ち鳴らされました。果たして結果はどうなったのか。スコアの方は1対1、3本目が入ったところでありますが、あまりのエキサイトぶり、ジャンボ鶴田。手が上がりましたね。キムドクの手が上がりましたね。韓国チームですか。あ、怒ったお客さんが物を投げ入れます。あっと、13回目の防衛戦、タイトルを失ったようです。タイトルを失ったようです。バッグの反則ですよ、山本さん。そうですね。昨年の2月テキサスのサンアントニオで取ったインターナショナルタッグチャンピオンベルト、お名前国技館、とうとう失いました。13回目の防衛戦はとうとう成功に終わりました。あれはどうなるんでしょう。陸上でジャンボするかなりエキサイトして4人が入りましたから ね、 そうですね。正式なタッチが行われてなくてかなり痛めつけました。反則を取られた模様です。しかし公式な判定は韓国チームに上がりました。とうとう敗れましたインタータッグチャンピオンチーム、まあ、世界最強のタッグチャンピオンチームで、まさか今夜敗れるとは思いもよりませんでしたね、山田さん。そうですね。韓国チームの両方の手が上がっております。韓国チームの両方の手が上がっております。13回目の防衛不成功、インターナショナルタッグチャンピオンチーム、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組。しかしちょっとね、はい、入り乱れていたんで、判定がちょっと納得いかないですね。はい、さあまだ敗れたジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組、納得がいかないというような表情で、なかなかドレッシングルームには帰りません。再び正式なコールが行われておりますが、山田さん、何度聞きましても日本チーム、インターナショナルタッグチャンピオンチームの反則負けということを伝えてますね。そうですね、はい、判定は変わりません。あとチャンピオンベルトが行きましたね。本部の方から、チャンピオンベルトが行きました。1年どうでしょうか、2月に取ったわけですから8ヶ月ぐらい守っておりました。1年と8ヶ月守っておりましたインターナショナルタッグチャンピオンベルト、とうとう韓国チームに持っていかれました。喜びの声を叫びます。キムイル、キムドク組、信じられないというような表情。ジャンボプルタ、ジャイアントババ組、負けに取られております。執念でとうとうともインターナショナルチャンピオンベルトを取りました。あ、大きいベルトを欲しがったのソウルゴよ、ソウル。あ、大きい太郎選手がマイクロフォンを持ちました。山さん、何かソウル、ソウルという声が聞こえたんですが、何を言ってるのかまだはっきりとは分かりません。ソウルへ、祖国へ持って帰るというようなことを言ったんでしょうか。はい、そういったことを言ったようですね。勝利者のトロフィーが大木金太郎、そして戸口正則、両チームに送られました。勝負はつきました。まだ納得がいきません。ジャイアント馬場、上樋口レフリーに抗議を申し込んでますね。そうですね、納得いきません。ジャイアント馬場、上樋口レフリーに抗議を申し込んでおります。雨の蔵前国技館、とうとう敗れましたインターナショナルタッグチャンピオンチーム。あ、鶴田が、あ、これはいけない、これはいけない。上樋口にボートを働く鶴田、これはいけません。あくまでもフェアで臨んでもらいたい。世界の輝ける星、ジャンボ鶴田が、これは珍しい。こんなにエキサイトしたことは過去ありません、ジャンボ鶴田。サムソン、津原選手、大三田選手が必死に止めにかかります。あーっと怒ってます。こんなことはかつて山田さんなかったことですね。そうですね、真摯な、はい、誠実なジャンボ鶴田が怒りました。悔しいんでしょう、悔しいんでしょう。この時点で二冠王がなくなったわけですからね。そうですね、はい、またしても UL の王座は持っておりますが、馬場選手と実に1年8ヶ月守っておりましたインターナショナルタッグチャンピオンベルトがこの時点で失ったわけでございます。山田さん、そうすると今後の展望ですけれども、インタータッグが韓国に持ち去られたわけで、ちょっと無念の日本チームに聞いてます。古川さん、結果が何としても取り返したいですね。果たして、まあ、どういうところでいつやるかというか。そうですね、リング上に松永アナウンサーが言ってます。松永選手
なんか両選手とも唖然としてますね。何か松永アナウンサーが聞いたんですけれど全く答えられませんね。そうですね、呆然としてますね。呆然としてますね。さあ蔵前国技館超満員のお客様も興奮してなかなかこの館内から出ようとしません。出ようとしません。今度はインターナショナルタッグチャンピオンベルトを争う時には挑戦者チームということになるわけですね。そうですね、今とにかく投げたばかりね、はい、どういう風になるのか、はい、やっぱり見当つかるんですよね。そうですね、とにかく一気も早くですね、はい、その今までチャンピオンだったわけですからこの権利を使ってですねチャレンジしてほしいですね、はい、世界に君臨するインターナショナルタッグチャンピオンチームジャイアント馬場ジャンボ鶴田組とうとうインタータッグチャンピオンベルトを失いました。今日試合前に記者会見が行われまして、噂の男天竜関と一緒に、30日にアメリカへ、修行に行くということが記者会見で発表されました。NWL テリトリーを回るというような発表があったんですけれどもその時には今日負けるというようなことは、全く考えてなかったわけですからね。そうですね、全く予想外の出来事になりましたね。予想外の出来事ですね。果たしてまた今後どういうふうなことになるのか今のところ見当がつきません。大変なことになりました。それから、記者会見で、次期シリーズスーパーパワーシリーズの来日選手も発表されました。そうそうたるところが来るんですけれども、ビル・ロビンソンもやってまいります。それから大物が続々やってまいりますがインタータッグ選手権失ったということになりますとこの時点ではインタータッグの予想が立ちませんね。そうですね、しかも韓国チームに対してですね、はい、日本チームがなかなか挑戦を受けないといったような戦いがあるので、はい、果たして、今度向こうがチャンピオンになった場合ですね素直に受けてくれるかどうか、そのあたりも非常に重要ですね。そうですね、それから新チャンピオンになった大金太郎キム・ドクゲミはどうでしょうか。予想として長く防衛できそうですか。なかなか戦力ありますからね、怖い存在ですね。そうですね、蔵前国技館超満員でお送りしましたがインターナショナルタッグチャンピオンベルトは韓国に持ち帰りました。勝ったのは大金太郎キム・ドクゲミでございました。それでは今日はこの辺でお別れをいたします。全国のプロレスファンの皆様さようなら。